朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩同志が、朝鮮労働党中央委員会委員候補で、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議代議員、アカデミー会員、教授、博士の党中央委員会中議長顧問の死去にちなんで、9月4日、故人の霊柩を訪ね、深い哀悼の意を表しました。弔意訪問に、テイジョンス、キム・ピョンヘ、リー・ビョンチョル、ホン・スンム、ホン・ヨンチル、カン・ブンフンの各同志が共に参列しました。金正恩委員長からの花輪が故人の霊柩の前に置かれていました。金正恩委員長は、党と革命への限りない忠実さと国と人民への熱烈な愛情で、長年労働党の国防工業の政策を実行するために献身し、国防力の強化に特筆した貢献をした中義ちゃん顧問の愛国忠誠の一生を振り返り、貴重な革命の同志を亡くした悲痛な思いで故人を追悼して黙祷しました。ついで金正恩委員長は故人の遺族に会い、深い弔意を表した後、心からのお悔やみの言葉を述べました。敬愛する最高指導者金正恩委員長に、朝鮮民主主義人民共和国創建70周年を祝って、ナイジェリア連邦共和国大統領のムハマド・ブアリ軍総司令官から花籠が贈られました。3日、中朝ナイジェリア連邦共和国臨時代理大使が関係者に花籠を手渡しました。8月28日の青年デーに際して、キム・イルソン社会主義青年同盟第9回大会で行った敬愛する最高指導者金正恩委員長の演説、キム・イルソン金正恩主義青年運動の最盛期を開いていこうの全文が、今後民主共和国朱子思想研究全国委員会のホームページに載りました。ホームページは金正恩委員長の写真のともに載せています。各国で朝鮮民主主義人民共和国創建70周年記念の催しがありました。ウクライナとメキシコで記念の集いが、エジプトでは偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の業績についての討論会が、ウガンダで講演会が、ウルーマニアで座談会が催され、各界名士のほか市民多数がこれに参加しました。催して発言した人たちは、キム・イルソン主席と金正恩総書記の正しい導きのもと、共和国が誇らしい勝利の歴史を綴ってきたことに触れ、今朝鮮は尊敬する金正恩委員長の導きのもと、強国の名を世界に馳せていると述べました。偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩総書記の姿を描いたモザイク画が各地に建てられました。ファンヘ南道安岳郡の新町共同農場に、豊作の田野を訪れ、明るい笑みをたたえる主席と総書記の姿を描いたモザイク画が建てられました。ポンリョン鉱山には、革命の聖なる山、ペクトー山に登って、太陽のように明るく微笑み、力かさんが明るい未来を祝福する主席と総書記の姿を描いた、ペクトー山に登ってというテーマのモザイク画が建てられました。ファンヘ南道人民保安局には、ペクトー山の総書記の聖火の前に立っている総書記の姿を描いたモザイク画が建てられました。モザイク画の竣工式が現地でありました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のチェ・リョンヘ党中央委員会副委員長が、観音堂の各部門を現地で把握しました。チェ副委員長は、観音堂育苗場とウォンサン戦勝栄誉軍人カバン工場の各生産工程を見て、苗木の生産と良質の学生用カバンの生産で集団的な飛躍を起こしている勤労者を励ましました。現地では協議会が開かれ、国家経済発展5カ年戦略達成の3年目である今年の人民経済計画を達成するための対策が講じられました。
チェ副委員長はその他、ウォンサン市の村村野菜専門共同農場の農業科学技術普及室、文化会館、文化住宅なども見ています。朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国政府の招きにより、中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会栗戦書委員長が、中国共産党中央委員会総書記の中華人民共和国習近平主席の特別代表として9月8日から中華人民共和国党及び政府代表団を率いて訪朝し、朝鮮民主主義人民共和国創建70周年記念行事に参加することになります。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の招きにより、ロシア連邦会議ワレンチナ・イワノフナ・マトビエンコ議長が共和国を公式訪問し、朝鮮民主主義人民共和国創建70周年記念行事に参加することになります。日華朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会が中立山同士の訃報を発表しました。訃報は朝鮮労働党中央委員会委員候補で朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議代議員アカデミー会員教授博士党中央委員会顧問の中立山同士が、全血球減少症のため主政107年2018年9月3日20時30分亡くなった、享年89歳である。中立山同士は亡くなったものの、党と革命、国と人民に尽くして成したその功績はいつまでも輝くだろうと述べています。9月10日から12日まで平壌の科学技術殿堂で第11回平壌国際科学技術図書展覧会が行われます。世界各国と地域の多くの団体と国際機構が参加する今回の展覧会は、科学技術の時代、知識経済時代に即して国際的な交流と協力を深める契機になるでしょう。朝鮮で軽石を建設に広く利用しています。北国の梁岩道サムジヨン郡内の建設現場では、壁の飾り付けに軽石が使われています。この地帯に豊かな軽石で作った飾り付けの材料は、木材や発泡スチロールに比べ大幅なコストダウン、浮き彫りの飾り付けの自然の質感の向上など壁の飾り付けの効果大です。国家科学院道路科学研究所の科学者たちは、軽石を持ってブロックや保温材、コンクリートなどを開発しました。これらの建材は住宅や公共施設の壁の築造に利用されました。また道路の建設に軽石を基礎の材料に利用する効率的な舗装法も研究して道路工事に導入しました。全国大学生優等生の巡回経験発表会が行われました。国中から選考された各大学の優等生が2組に分けられて各道を巡回し、学習と科学探究活動での経験を発表しました。中央常任委員会キム・ヒョンイル委員長率いる在日本朝鮮留学生同盟代表団が、偉大なキム・イルソン主席生誕の地マンギョンデを訪れました。一行は朱子思想塔と凱旋門、朝鮮革命博物館なども見ています。南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、国の統一目指す60余りの運動団体と13カ所の地域の代表が8月28日ソウルで集いを持ち、パンムンジョム宣言の履行に奮起する意思を表しました。集いで発言した人たちは、パンムンジョム宣言の時代は決して後退しないとの確信を持って、民族挙げての統一運動を粘り強く推し進めるべきだとし、南と北、海外の国の統一目指す勢力皆が一致団結してパンムンジョム宣言の履行に奮い立つことを呼びかけました。労働新聞4日付に、北と南の関係を阻むのはアメリカの行く手を阻むことと題した論評が載りました。論評は
今年4月の歴史的なパンムンジョム宣言が発表されたとき、世界が沸き返り、特にアメリカはもろ手を挙げて支持した。ホワイトハウスと国務省、国防総省、議会などアメリカ政府と政界も歓迎した。次いで歴史的なシンガポール首脳対面と朝米共同声明を通して、パンムンジョム宣言への支持が改めて確認され、ソソン半島と地域に到来している和解と平和、安定と繁栄を目指す歴史の流れを積極的に推し進めることが確約された。ところが今アメリカは報道官、関係者などの人物を立てて、南北関係の進展は非核化と厳しく歩調を合わせるべき。南北協力はいかなる形であれ、北朝鮮への経済的、外交的圧迫を早期に減らし、非核化の目標を達成する確率を落とす結果を招くだろうとひねくれたことを言っている。アメリカの政治家に理性と良心が少しでも残っているなら、70年以上も分かれて不幸を強いられてきた朝鮮民族がせっかくもたらされた大事なチャンスを機に和解し平和に生きようとの感動をそそる努力の前で遅まきながら自責し、有益なことをするのが当然だろう。アメリカは無謀に北と南の関係を阻むのが、取りも直さず自分の行く手を阻む愚かなことであることを知るべきだ。北と南の関係が開かれるほどアメリカの行く手が開かれ、他国と他民族のことがスムーズに行くほどアメリカのこともスムーズに行くということを悟るべきだろうと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。こちらは朝鮮の声放送です。共和国の旗はいつもこの胸に。この地に愛と紅の共和国の旗が掲揚された主教37年1948年9月9日、歴史のその日からいつしか70年の歳月が経ちました。多くの人がその日のことを感慨深く思い起こしていますが、その中には平壌市トンデウォン区域の民進第一道に住むパク・ウチルさんもいます。パクさんは朝鮮が日本帝国主義者の植民地支配下にあった地中21年1932年今のファンヘン南道極村郡に生まれました。パクさんの両親は一坪の耕す土地もなくて宿屋の使い走りとなってその日暮らしをしていました。一日中区域に苛まれたもののお粥をすすることもままならないありさまだったので、パクさん兄弟は飢えをしのぐしかありませんでした。両親の顔から笑いというのは見出せず、いつも心配事と憂い事で沈んでいました。日帝植民地支配下ではどうしても家族を養うことができず、父は家族を引き連れて故郷を後にしました。あてもなくさまよっていたパクさん一家が行き着いたのは、身も知らぬ異国の名もなき山村でした。ところがそこにも日帝侵略者のまぬ手が伸び、人々はやっとのことで生計を立てていました。天あり地位あっても生活のよりどころ、生活の権利までそっくり奪われた朝鮮人民の住むところはどこにもありませんでした。涙と悲しみ、暗い影の中で虐げられていたパクさん一家は、国の解放とともに祖国に帰り、幸せな生活の何たるかを知りました。自分の土地を思う存分耕し、朝鮮の文字を習い、また公民の権利を十分行使するパクさん一家にとって共和国は命も同じでした。それでパク・ウチルさんは1950年代共和国をなくしてみようと帝国主義連合勢力が襲いかかった時、人民軍に入隊しました。苛烈を極める戦いの中、寸でも敵に明け渡すまいと大事な精神を捧げるその日々に、パクさんは祖国の尊さを一層胸深く刻みつけました。戦勝の祝砲が打ち上げられたその日、ほぼ堂々と越冬の広場を行進しながら、父親をもって守り抜いた大事な祖国を輝かせるため、一生軍隊に服務することを決心したパクさんでした。
その誓い通りに軍隊に服務し、今は孫たちが代を継いで祖国を守っています。パク・ウチルさんのお話です。지금도저는포유탄위에도꽃두같이휘날린남은생공화국応援団の中でも揺るぎなくなびいていた共和国の旗が今も目の前に浮かんできます。戦友たちが敵弾に倒れるその瞬間まで手から離さなかった共和国の旗です。それが私たちの生活と幸せの全てである共和国を守ることになるからです。それで私は新しい世代に命そのものの社会主義のこの国を守り、代を継いで輝かさなければならないと言っています。共和国の旗はいつもこの胸に、高大氏とお話ししました。建国の道を示して凱旋門広場があります。1934年、1945年10月14日ここでは民族解放の恩人である偉大な金正恩主席の凱旋を歓迎する歴史的な市民大会が開かれました。主席は大会で全ての力を新しい民主朝鮮建設のためにという綱領となる演説をしました。主席は演説で朝鮮人民が進むべき道を示し、真の人民の政権、民主主義人民共和国を建てることについて明確に示しました。主席は人民皆が政治に参加し、勤労大衆が立派な暮らしができる真の人民の国、富栄える新しい民主朝鮮を建設すべきだとし、そのためには何よりもまず権力の問題から解決すべきだと言いました。そして新しい朝鮮に立てるべき政権は人民大衆の利益を徹底的に守り、国と民族の発展を確固と保障できる真の人民の政権だとし、こうした政権は他ならぬ民主主義人民共和国だと言いました。この日主席は人民皆が団結した力で建国事業を進めるべきである、力のある人は力で、知識のある人は知識で、金のある人は金で、建国事業に積極的に貢献すべきで、国を愛し、民族を愛し、民主を愛する全民族が固く団結して民主主義自主独立国を建設していくべきだと切々と呼びかけました。金正恩主席のこの歴史的な演説は、朝鮮人民に新しい朝鮮が進むべき道を明るく照らす灯台も同じで、全ての人を真の人民の政権を立てるために奮起させる建国の大綱領でした。建国の道を示して、高台してお話しました。